としては実はラウドパブに出演していない方のインタビューをお願いします。まず今日このタイミングですから、はい、昨日帰ってらしたんでしたっけ。昨日ですよ。もう昨日の夜8時ですね。昨日の夜8時に、帰国して、モンスターズ・オブ・ロック・クルーズです、ね、モンスターズ・オブ・ロック・クルーズですよ、そこで、まあ、肝心のラウドネスそのもののステージはいかがだったんですか。ここでいやラウドネス恐るべしでしたよ今回も。いやもう、いやもうこれね言うのもなんですけどね、当事者が恐るべしっていうのも珍しいですよね、はい、自分で言うのもなんですけどね、素晴らしいコンサートで、はい、また新井原稔絶好調やったんですよ私もうあの体調も良くてね、はい、声も出まくって日本やったんですけど、まあまあがっつりはお客様入って、はい、素晴らしい、大いに盛り上がりました、うん、ちょうどまあ35年前の11月に浅草国際劇場でデビューライブがあったわけですよね。あそうかそうか、そういうことですよ。じゃあもう来月いよいよ本当に35周年なの。他人事みたいに言わないでください。いやいや忘れてましたですね、はい、というわけで11月から12月の頭にかけて、はいはい、名古屋東京大阪と35周年のライブがありますが、これはもう見といた方がいいですよ。もう多分ねもう今後やんないような曲いっぱいやりますからね。おというのはねやっぱり、うん、ものすごいたくさん曲があるじゃないですか。もう400曲ぐらい持ってますね。400、はい、だからやっぱりねいつまでもこうやってるわけにもいかないんで、うん、当然新しい曲もね来年以降も増えてきますし、うん、そうですね、新しいのか、80年代でも今やってない曲で名曲もいっぱいありますからね、はい、まあ、その辺の曲をもうやりたいな、うん、今回もねモーサスロックでなんであの曲やらないんだよあれやらないんだよって結構な言われ方をしましてですね結構な言われ方アンパンも結構言われて、新井さん今回はやらないけど次回やりますからって、ね、英語でなんて言うんですかって、ね、結構な勢いで聞かれて、同じような質問やっぱいっぱいされてるわけですね。そういう意味で言うとね、向こうはね具体的に言いますからね、この曲をやれみたいな、はあ、なぜ命令されなあかんねんみたいな、アッシューズインザスカイっていうね、シャドウズモーっていうタイトル、そうですね、あれは勉強ありましたね、やってほしいみたいな、うん、皆さんも久しぶりに聴きたい曲たくさんあると思いますけど、その辺は今口々に叫んでいただいても結構なんですけど多分あとはあのツイッターの方にすごく書いてくれれば、うんね、メンバー見てますんで、はい、あこれこの曲やってほしいんだなっていうのを、ね、うちのマネージャーなんかも、はい、こう統計取って、まあ、この辺じゃあいとこかみたいな、もしくはあまりしつこいと嫌われてやんないとかねいうこともあるかもしれませんけど、まあそんなことはないでしょうが、ライブのお楽しみにしていたいと、ね、この辺のチェックしてますか。はい、わかりました。はい、続いての登場はラウドネスから新井原稔さんでした、はい、彼らは、まあ、ちょっと喋ってましたけど、うん、モンスターズ・オブ・ロック・クルーズっていうね、あの、はい、でっかい客船、はい、まあ、20階建てのマンションとかいう形容がありましたけど、はい、そこで、まあ、ずっとライブをいろいろなね、いろんなバンドが入れ替わり立ち替わりライブをやるクルーズがあるんですけど、それから帰国した翌日にラウドパークションに遊びに来てくれた。あの僕が、欠席してる間も、はい、彼は来ていただいて、そうなんです。意外とね、はい、番組乗っ取り計画まあでもあの僕は、はい、まあ、僕にとっては大先輩になるわけですけど、はい、僕好きですね、こういうこうなんていうの、いやうちら やばかったぜとか言っちゃうの、うん、ミュージシャンはやっぱそうじゃないと、ね、うんうんうん、すっごいいいと思う。なるほど、いいと思うっていうのもあれだけどというわけで次のアーティストに